ピーノモピーノモピープラスティックレディオン。コモデラ、コモデラ、今日はちょっといつもとは違うスタジオからお届けしております、はい、ノーピープラスティックラジオでございます。はい、はい、今日はですね、はい、先日行われました、はい、ワンダフェスティバル、通称ワンフェスのお便りや、はい、我々の写真などなど、たくさん紹介していきたいと思いますので、はい、オープニングはもう終わります。はい、どうぞ。はい、なんかお店じゃなくなってる感じがするけど、一応店長のもげごとのものけんじです。はい、店員ののちことのとありさです。問屋の営業ヤスティこと安田直子です。はい、この番組は店長の野本健一とオーナーの高見ゆきさ、2人のプロモデラーと頑張る大好きもみのとありさ、壁谷女子安田直子がお届けする非常にマニアックなラジオです。はい、はい、それでは、今週はみんなワンフェスありがとうで行ってみましょう。トモピープラスティックラジオスタート。トモピープラスティックラジオ、この番組はスタイルキューブの提供でお送りいたします。はい、ということで改めましてコンモデラー、コンモデラー、いやー本当にワンフェス来てくださった皆さんありがとうございました。もう無事ね、そうですね、まあ、ヤスティは、はい、こう司会のお仕事もバッチリやって、はいはい、で我々も、はい、我々はテーブル上で皆さんとコミュニケーション、はい、うん、そうですね、はい、結構ゆっくりお話とかさせていただいてて、はい、なんですけれども、はい、どうしようかな、誰の報告からいきますか。ワンフェスに来ていただいた方々、うん、のお便りですか。我々の、そうですね、我々ですか。のとからいこうかな。はい、どうぞ、はいはい、じゃあブースの写真をみんなにお見せしましょう。どうぞ、ちょっと待ってください。あ、じゃあ私のイベントの話からしますかね。あ、じゃあそう、私はホビージャパンさんの、うん、はい、MC 一日させていただきまして、うん、ずっといたよね。そう、ずっといたので残念ながらちょっとあまり、ね、他のところは見れなかったんですけど、うん、1日3ステージこなしまして、うん、すごいね、はい、こなしまして、そう、その中には月刊工具、はい、ね、ホビージャパン の、 その雑誌の方で連載中の月刊工具がこう飛び出して、うん、ステージイベントをした時にですね、いろいろメーカーさんが遊びに来てくださって、うん、私も勉強になる話をいっぱい聞くこともでき、はい、本当に楽しい一日でした。もうそれしかないんですけど。なんか、はい、ファンの人たちがね、はい、ヤスティのところ行ってきたよって言って、はいはい、あ、どうだったって聞いた の、 うちは行けなくて、はい、そしたらなんかすごいお上品な洋服を着て、はい、なんかいつもと雰囲気が違かったよみたいな感じだったの。まあ司会だったのでね、ちょっとまあスーツみたいな感じ、あ、ワンピースですね、はい、ちょっと清楚な感じで、喋りもこういう感じじゃないんだ、はい、あ、もっとちゃんと本日はもっとちゃんといつもちゃんとしてますけど、キリッとして、どんな感じでさ、はい、まあ、司会トーク、ちょっと司会の雰囲気で、はい、そのなんか紹介したやつとかちょっと教えてください。そうですね、じゃあちょうど声優さんのイベントもあったので、はい、本日は皆様こちらのホビージャパンミニステージブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。4月よりテレビアニメが、決まっております。こちら新7つの大罪、はい、この後声優さんをお招きして様々なトークが展開されますので、ぜひ皆様 こちらにお立ち寄りくださいみたいな感じでやってました。司会だ、はい、司会のお姉さんだ。そうですね、7つの大罪、新7つの大罪、新7つの大罪です、うん、そう、こちらがホビージャパンさんがもともとフィギュアで、うん、制作しているコンテンツなんですが、うん、そちらがこう飛び出して今度アニメ化するという、4月から、そうです、かけて東京 MX と BS11、はい、ATX などで放送されるので、ぜひ皆様そちらもチェックしていただきたいなと思いつつ、はい、のとさんの方のお話もお伺いしたいなって思います、うん、すごい、なんかパンフレット、チラシと一緒になんかおっぱいチョコをねそれもくれます、ファンの人たちがくれたんですよ。そうなんですね、で、なんか2個ないとダメだねとか言って言ってて、なんかファンの人同士で、うんうん、じゃあ俺の形ち、私の形ち、そんなふりしてたんですか、うん、そういう遊びもしてました。ノモピブーズ、じゃあそんな、はい、ノモピーブースですか。そう、ノモピーブースこんな感じでしたよ。はい、はい、あ、これはヤスティの今
飾ってある、ありがとうございます、戦車、はい、ひと丸式とプチッカイ、はい、と能登の CD も売ってたんですけどもう CD 屋さんなのか写真屋さんなのかよく分かんない確かに模型よりすごいそう場所取っちゃった場所を。もう一枚写真いきましょうか。俺、うん、とあるメーカーさんに野村さんのところのブース行ったらなんか女の子の写真がいっぱい並んでますよ、はい、なんですかって言われちゃった、うんうん、こっちの方はねこうちゃんと模型的なエプロンと、はいはい、あと野村さん番組グッズなり、はい、番組で紹介した作品なりを展示していたわけです、はい、しておりました。タイレールですね、はい、あそれ俺のことを言ってるの。俺の作品は奥の方、いや今奥の方です、はい、奥の方に、はい、でじゃあちょっと能登もね、はい、いろいろブースを見てきて、はい、他のところ、うんうんうん、じゃあちょっと次の写真を行きましょうか。よそのところね、はい、じゃーん。私もちょっと自分の写真を見ながら、じゃーん、はい、スペースお人長班、ごめんちょっと違ううん、なんか宇田川国吉、あ昔にいたの知ってる、はい、あ知ってます、昔にいた、昔にいた詩人みたいな感じなのかないや違うんじゃないかな確かうん、葛飾北斎とかと似た系統の人じゃないですか。あそういうなんかこう日本画家みたいな、なんかその人の作品をちょっとこう立体的にしましたよみたいな。なるほど。金魚ちゃんシリーズみたいな感じで。はあ。金魚なのかな、そうだね、金魚尽くし。そうですね、はい。でなんかその宇田川国芳の、はいはいはい、例えばこれだったらサライトンビっていう作品から、はい、この金魚ちゃんを。あなるほど、そう模型にしましたよみたいな、はい、ちょっとこう和の雰囲気のブースでございます。そんなのあったんだ。そうなんかちょっとポーズが面白いですよね。なんか足が生えてるみたい、踊ってるしね、素敵。そう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 、でこれここは面白いなと思ってて、次の写真いきましょうか。はい、これヤスティンも見たことある。そうなんです、ね、私こちらの前回のワンフェスで、うん、はい、拝見させていただいて、これなんかブラックラビットさんっていうブースなんですけど、うん、なんかちょっとこうウサギちゃんの形でいろんな色のフィギュアが売ってあって、うん、でこれは特にその中にレゴブロックみたいなちっちゃいのがいっぱい入ってて、うん、で、あ、じゃあカメラさんこっちのリアルタイムのこっちに変えてみて。でさすがにこう模型も可愛かったんですけど、うん、ちょっとポストカードみたいなのもらってきて、はい、で私結構パソコンに、うん、パソコンにこうやってシールをよく貼ってるんですよ。パスとか貼ってるんですけど、そこに貼れるようにと思ってこの私の好きな迷彩柄のうさぎちゃんシールを買ってきました。おステッカーですね。なので後でこうやって貼りたいと思います。はい、はい、ここのブースは結構人気でしたね。そう、なんか前回もすごく賑やかで、ね、人だかりができてて、はい、いいですか、ちょっと見せてください。どうぞどうぞ。本当だ、なんかインテリアとしても本当におしゃれでね、なんか受けて迷彩って言ってもブロックパターンの都市迷彩っぽいやつですね。あ、そうですね、うん、ブロックパターンのやつですね、はい、で、じゃあもう一枚写真いこうかな。はい、これもちょっと日本的な感じなんですけど、折り鶴をちょっとレジンでこう作ってる、レジンで、そうそうそう、これもいいなと思って、私なんかあれですね、じゃあ次の写真も行きましょうか、はい、次の写真もちょっと和物なんですけど、うん、はい、なんかそんなんばっかりだ、はい、これ見てください、やっとこがめちゃめちゃちっちゃいサイズでこうフィギュアになっていて、やっとこって道具ですよ。あ、道具ですよ、うん、まあ、ペンチみたいなね、ペンチみたいなものね、うん、次の写真行ってみましょうか、はい、手で触っていいですよって言われたので手に乗せてみたんですけど、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。そう、これスケール云々っていうのは何かあるの、ただ単にこうミニチュアっていう感じなのかな、ただ単にミニチュア、うん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 、ひのこさんという方の作品らしくって、うん、で値段がついてなくて、なんか大体2000円ぐらいですみたいなこと言って、何そのアバウトなのみたいな、大体ね、値下げもできちゃうのかなみたいな、ちょっと怖くて欲しいですは言えなくてちょっと写真だけにしたんですけど、
そうそう、なんかこういうすごいいろんな、まあ、工具あるんですね、なんか消火器とか、そうそうそういうハサミとかもいろいろありましたね。よくある最近よくあるあの12分の1でそのフィギュアに合わせたっていうのともちょっと大きさ的には違うみたいな、ね、ちょっと違うみたいですね、ストラップになってたりとかもするからねっていう感じ。な多分なんかあれじゃないですか、海外のお客さんとかこういうの好きなんだよね、好きですよね、ですな。なるほど、はい、でじゃあこっちに移していただいて、はい、ファンの方からもいろいろお恵みをいただきまして、はい、このあのニパコってあるじゃないですか、はい、はいはい、ゴッドハンドさんのあるじゃないですか、ありますよ、はいはい、ニパコのなんかニパコ消し、このパッケージを見るとこれまだレジンキットなんですけどこうこけしの上になんかニッパーを乗せたらこうツインテールみたいになるよっていう、そういうことか、なるほど、なるほど、はい、こんな商品をいただいたりとか、あとこのねお客さんからいただいたなんか可愛いまるっとした鶏ちゃんとスズメちゃんを、あ、鳥年だからですかね、あ、そういうことかな、うんうん、いただいたりとか、うん、1個はななみちゃんにあげてくださいって言われたね、ななみちゃんにあげます、はい、ちゃんと責任を持ってあげます、ね、あと大越智恵さんもちょっとご挨拶させていただいて、これなんか名刺代わりに配ってるんですっていう、この なんていうの、あのパーツを外す器具、はあはあはい、でちゃんと名前が大越智恵って入ってて、なんかイラストもこうご自身でデザインされたみたいで、こういうのもいただきました、はい、結構私的にはなんかブースにはほとんどいたんですけど、うん、はいはい、結構なんか回って充実できたかなと思います。回ってました、回りました、あ、回ってたね、結構ね、3、40分ぐらいちょっと回らせてもらって、あのフラフラっと、あ、いないみたいな、そうどっか行ってるのとからは以上です。はい。そうですか。ではのもけんさんはいかがでしたか。のもけんはあの先ほども映ってたティレルを展示してましたよと、はい、いう感じなんですが、こっち写真あるかな、当日の。あ、ない。ない。ない。むむ。ない。ない。ないって。まああのティレルのね、はい、あのティレル008というマシンの12分の1でフルスクラッチした作品を、展示しておりました、はい、でまあ、制作途中ですけれども、制作途中なだけに、どんな風にして作ってるのかっていうのがいろいろ素材だったり、まあ、加工の様子だったりっていうのが、まあ、見てもらえたんじゃないかなと、まあ、そういうところを、まあ、興味を持ってこうずっと眺めてる人もいたり、いましたね、まあまあそういう風にこうちょっとね、あの自分で工作する人はね、あのどうやってんのかなっていうのをやっぱり興味持って見てもらえる対応なので、そこはまあまあそうやって見てほしいなと思って、まあ、展示してたんでよしよしという感じですかね、ちなみにそれはですね、その後今週ちょっと撮影別途撮影をしまして、来月発売のホビージャパンのカーモデリングマニュアルという車のムックが出ますんで、それにその途中段階ですけど掲載されますので、またあの制作途中とかいろいろ紹介してますんで、ぜひそちらもご覧ください。途中だけじゃなくてどんどん早く作ってね、完成させないとっていうこともね、さすがにプレッシャーもあるんですが貼ろうとしてる、はい、なんか担当の方が来てましたよね、はい、来てます、はい、あのここまですごく手がかかってますねっていうのと同時にまだ先が長そうですねみたいなこともある、あの長くならないね、今頑張って、あの後ももうどん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 作ってますんで、はい、やっております、はい、はい、あ、なんかのもけんさんとうん、ダゾーンの話をした記憶しかない あお客さんかなあそうです ね、 あのコミュニケーションをしました、ね、サッカーどうこうっていう話ですね、はい、はい、でございました、はい、で大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫ですか、はい、じゃあ皆さんからも、ね、そうですね、はい、来てるのでお読みしたいと思います、はい、静岡県にお住まいのカントリー侍さんからです。皆様コンモデラです、コンモデラです、今年の冬のワンフェス行ってきました。おノッチや師匠とお話できたり、買い物したり、企業ブースでイベントの司会を担当するヤスティを見れたりと楽しい一日になりました、
FOB ジャパンブースでの司会進行を務めるヤスティはとても様になってましたが、 GSI クレオスのウェザリングカラーの紹介の時には、うん、最近日の丸式戦車を完成させたばかりなので会場の誰よりも真剣に戦車の話を聞いていたように見えたのがちょっと面白かったです。いやまさにその通りなんですけど、うん、ちなみに自分はカエルパイロットというカエルが擬人化したパイロットという可愛いフィギュアを買いました、うん、まあ、他にもカッパやカワウソがいましたと、近いうちに飛行機模型と一緒に投稿したいと思いますといただきました、うん、ありがとうございます。そうなんですよ、GSI クレオスの佐藤さんが、はい、あのイベントに出演してくださっていて、早速使ったこの一丸式戦車のこのウェザリングに使ったあのサンディウォッシュのお話とかされていて、もう誰よりも私うなずいて聞いてましたね。はい、そんなこともありました。はいですね。で写真もカエルパイロット、写真はない、あ失礼しました。というわけで感想もいただいてます、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、はい、神奈川県にお住まいのなあやさんからです、はい、あなあやさんいるよ、うん、はい、ワンフェスお疲れ様でした。お疲れ様でした。ティレルプチッカイ、はい、ひと丸式戦車拝見させていただきましたと。でどうしようかな、結構長いからちょっと走るね。ティレルのフルスクラッチ、はい、直線部分より曲線部分の方が難しいと思っているので曲線部分により引き付けられました、うん、タイヤもありましたがそれも作られているんですね。円を作るのにどうしているのかなと思っていたら隣から先週の投稿作品の話題が、うん、話に割って入るもその場からいなくなるのも不自然だし静観してみました。あれです、デュナミス、うん、あ、はいはい、デュナミスの話を、なんて言うんですか、ナーヤさんがティレルを見てます、はい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 、で、うん、私が別のお客さんと、うん、あの先週のなんかデュナミスかっこよかったねみたいなことを言われてて、うん、あ確かに可愛かったよねって言って作った本人がここにいるんだよ、うん、あなるほど、そう、それが面白かったってことですね、うん、そういう状況だったと、そうそうそう、うんうん、で、ちょっとヒヤヒヤいやドキドキしましたということですね、うん、で、写真もいただいているようでございます、海洋堂さんのジオラマ、はい、エラスモサウルスを主役にした作品ということで、うん、模型はもちろんなのですが海がとても綺麗でした、うん、ね、あの白波とあと水の透き通った感じが出て、海のジオラマもいいなと思いましたですね、うん、撮ってますね、はいはい、そして2枚目、ウィーゼル空挺戦闘車と M3、はい、ハーフトラック、はいね、はい、ですよと。で、模型と言っていいのか分かりませんが、実際に乗ることもできるということなのでちゃっかり運転席にまで乗ってきました、うん、乗れるんだこれ、乗れるみたいですね、うん、はい、なんかワンフェスならではですよね。そうですよね、物々、ね、うん、台の、まあ、うん、模型、ね、そうですね、はい、はい、そして3枚目、展示物を見ながら歩いていたら目を引く作品がオリジナルだと思うのですが、うん、このサビ感がいいなと思いました、うん、かっこいい、はい、綺麗に塗装するのもいいですけど朽ちた金属感もとってもいいですね。ウェザリングはやったことないから今度挑戦してみようかなということです、ありがとうございます、ありがとうございます。こんな感じすごい充実して回ってます ね、 うすね、うん、まあ、ワフェスというといろんな、ね、お買い物系がありますけれども、うんうんうん、展示物もたくさんありますからね、うん、こうした時ならではのいろんなものを見て刺激を受けるっていう、うんうん、はい、でそんな刺激を受けても作ったよっていう方もいらっしゃるので、はい、お便りいただいてます、はい、千葉県にお住まいのビバおちむしゃさんからです、うん、初めて投稿します。 ありがとうございます。ビバおちむしゃと申します。おちむしゃよろしくお願いいたします。先日のワンフェス皆様お疲れ様でした。初めてのワンフェスで人の多さに圧倒させられましたが楽しい時間を過ごすことができました、はい、目標のお三方に会うこと、また目当てのエプロンも買いに、うん、ノモピーの宅を見つけた時に普通にノモケンさんとノッチがいると緊張してしまいあそれよく言われる、はい、飾られた作品のことに触れられず反省&後悔しております。またホビージャパンブースでヤスティの姿も拝見しましたと、うん、夏に向け僕も頑張っていきたいと思いますと。でさて作品の方ですがかなり古いものですが見ていただければと、作品は静岡にガンダム立像を見に行った時に購入したものに手を加えておりますと写真いただいております。144分の1ガンダム立像の台座に
エコプラのガンダムマーク2を立たせ、ービームサーベルを持たせてます。照明用の高台はプラ板で作り、照明係にはアムロ君にお願いしました、はい、ああなるほどね、ああなるほど乗ってますね、アムロ君は乗ってる。塗り分けに難儀しましたと、そしてライトアップの、写真もいただいてます、はい、ビームサーベル発光ですが、ビームの先端に台座から電飾を施しています。ちょっとネオンチックで怪しい照明になってしまい、ある意味面白いかと自分では感じていますと、まあ、このエプロンを買った戒めとして目の前のプラモの山を攻略していきたいと思いますと最後書いてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうでしたね、確か台座を売ってましたね、あの静岡のところで、あの展示、これのガンダムで、あれこれこれじゃない、うん、そのベースのやつですね。じゃ LED も仕込んだってことですよね。自分で入れたんでしょ。そうですね、うん、すごいすごい、で、あのライトアップのライトもご自身で仕込んだのかな、うん、そうですね、ね、あれこの人かな、赤、あ、なんか初めての、初めての分かったって、ライブチャットのところに、そう、赤石さん、あの お名前が出てるんで言っていいのかどうかって言っちゃった、そうなのかなって、ね、かもしれない、はい、いいですね、みんな初めてのマフェス、多分こうお会いして刺激されてメール出そうっていう気になったんじゃないですか、うん、そうね、あと私は結構、はい、あの見てるんですけどメールは出したことないですっていう人が多かったんで、書いて書いてってすごい言いました。そうなったんですね、なんかどっちに会えて楽しかったでいいから書いて、あーなるほど、みんなありがとう、ちゃんと書いてくれて、ね、ありがとうございます、はい、いい子だよ、はい、じゃあ続いては作品投稿ですね、はい、はい、じゃあお願いします。久しぶりにのもけんさん読んでみますここまでかな。そうですね、一応追加も来てるわけですけど、ういう、はい、はい、じゃあ読めそうなところまで、はい、全然あの来ないと思ってた三重県にお住まいの渡る世間は天秤ばかりさんからいただきました。ありがとうございます。師匠の野戸さん、ヤスティさん、コモデラ、コモデラ、今回は野戸さんとヤスティさんに世界のプラモデルの歴史の一端をお伝えするべく、うん、世界のプラモデルの歴史の一端をお伝えするべく、なんで2回言ったの、重要なことなんで2回言いました、たんですか、大事なことなんで投稿いたします、はい、写真出ます。写真の72分の1アメリカ海軍 F14 トムキャット、うん、F14A トムキャット、うん、EA6 EA6B プラウラー、うん、イギリス海軍 F4K ファントム2は、うん、イギリスはマッチボックス社のキットです、はい、で、発売されたのは1970年代後半です。古いものです、素組みして継ぎ目処理をして墨入れしてデカールを貼ってからクリアを拭いてあります、うんうん、このメーカーの特色はパーツがなぜか 2,3 色、2から3ですね、3色でモールドされていて、無塗装だとご覧のように三色団子みたいになります。うん、まあ、三色団子、うん、そうか、はい、もう一つパネルラインのへこみモールドが、やたらと太くて深いことです。40年の歳月とイギリスと日本約1万キロの距離を隔ててようやく日の目を見たこのキット君たちがどのような考えをお持ちなのか突撃インタビューを試みましたが返事はありませんでした。そうだわ。そこ当たり前、師匠はマッチボックス社のキットを作ったことはありますか、うん、現在は拠点をアメリカに移しミニカーを生産しているそうですよ、ほなさいならといただきました、はい、これ墨入れするとこんなに綺麗に出るんですね。そうですね、墨入れのへこみ結構太いっていう風な話ですからね、うん、くっきり出てる、ね、写真でも分かるぐらいこの、なんだっけ、あの鼻が黒い やつはファントムですね、ファントム、はい、はすごい出てますね。このぐらいで見てると多分ちょうどいいぐらいなんじゃないかな、うん、まあ、その成形色が 2,3 色になってるので、はい、まあ、本来の明細というか、まあ、明るいグレー一色だったりするところがこんな風に最初からちょっと色違いな仕上がりになりますよ。これ元々はこういう色だなんですか。実機がそうってことではないですね。あ、違うんだ、うん、なんとなく、あの模型的に単色だと寂しいじゃないですか、うんうんうん、ただ単にパーツを組んだ時に、うんうん、だからもう最初からその本物云々とは別にもうちょっと色をつけてるというところが
あるみたいですね。そういう色ってメーカーさんが考えてるんですか？おそらくそうでしょうね。成型色ですからね。イケてんじゃねー、そう、この配色いいんじゃねーって。でユーザーからは三色団子って言われる。なるほど、まあ、塗らない人にもちょっとなんとなくね寂しい思いをさせる。まあまあ確かに。ちなみに師匠マッチボックスさんのキットが作ったことありますかっていうことですが、うん、完成させたことはないですけどキットはいくつか持ってます。はい、つむな作れ、車系のキットですけどね、うんうんうん、はい、そんなところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうしようかな、もう一ついけるかな、いきますか、いっちゃおうか。はい、神奈川県にお住まいの花房さんからです。皆様コンモデラ、コンモデラ、先日模型屋さんを物色していましたら見たこともないような飛行機のキットが目に入ってきました。おズベズダの144分の1A90 お量の句です、うんということでお写真もいただいております。ズベズダって名前、はい、この機体は旧ソ連で開発されたエクラノプラン地面降下翼機の一種だそうで、うん、正確には船の一種ということです、うん、一般に飛行機がその機体の幅よりも低い超低空を飛ぶと地面または水面との間の相互作用で機体が浮いたり沈んだりする現象のことを地面降下と呼ぶのですが、はい、おこの機体はその現象を積極的に利用して海上を高速に飛ぶことを目的に開発されたそうです。へえ、だからなんかそのプロペラみたいなのがちょっとこう なんていうの前の方についてる、 前向きこれ後ろ向きに尾翼の垂直尾翼の上のところにそうなんか風力発電みたい なあるじゃないですか。あ、ありますね、ありますね。これ珍しいっていうか、珍しいっていうか見たことない。そういうあの今説明ありましたけど地面降下翼機っていうのが珍しいです。うーん、だから空飛ぶんじゃないんですよこれ。飛行機っぽく見えるけど、ね、船の一種って書いてありますもんね。海面とかそういう、まあ、湖、広い湖みたいなところがビューって飛んでくっていうことですよね。まあ、ちなみにこの機体のコックピットよりも前のところに大きな2つの穴があり、うん、ここで吸い込んだ空気を左右のジェットエンジンに送って、うん、主翼と地面との間に強く空気を送り込むことにより機体を浮き上がらせるという構造なんです。で約時速400キロで移動すると。え、早っ。早いね。で機体の中には装甲車や戦車を積むことができたそうです。え、すごいじゃん、相当強いじゃん、ね、大きいというかね。輸送機ですからね。真面目じゃねーみたいな。輸送でも船じゃないんで輸送船でもないんだよな。まあ、そういう機。でちなみにこのお量の句っていう愛称は、はいはい、その名称は子供のわし、うん、あの飛ぶわしですね。うん、そうですね、はい、意味するそうで機体の側面にはわしの絵が描かれています。はい、マーキングついてますね。でエクラのプランはさらに巨大な機体であるルンキューも、うん、分球ですよねこれね、も開発されていて、はい、その姿はカスピ海の怪物と呼ばれていたそうです。ヨーグルトでしょ。いや違う違う、カスピ海って知ってます？ヨーグルト、まあ、確かに流行ったよね。流行りましたね。でもそのぐらい、まあ、言われていたと。でその3枚目の写真もいただいておりまして、うんはい、まあ、そのオリオノ君の姿を参考にしてヤマトとガンダムに登場する機体を改造してみましたと。すごい、また来た。はい、こちらです。手前がコスモゼロです、うん、でもともとこの機体の前方がオリオノクと同じように張り出している構造でしたので左右にノズルをつけて主翼の下の方にジェットを流す構図としてみました。で後ろはシャー専用無彩ですということですね。ありがとうございます。どういう合体、ね、なんかいろいろが混ざっている、いろいろが混ざって、はい、アレンジしつつ、まあ、でもそのさっき言ったカスピ海の会長って言ってたのは、まあ、その辺の先ほど説明したようなね、ん、湖の上に、あ、海飛ぶように飛ぶように、まあ航行するっていう感じですかね。でも俺ズベズダでキットあったの知らなかったわ。あ、そうなんだ。ズベズダって、まあ、メーカーです。プラモデルメーカーの、メーカープラモデルメーカーの、ズベズダって戦車ばっかり買ってました。わしづかみって歌詞がありますね。なんの？わかりません。あの花房さんがライブチャットでいただいております。なんかの曲に。はい。はい。ルンキュー。あ、そう、カタカナでルンで、キューはこのキューなんですけど。うん、まあ、キューってクラスですよね。何ルンキューって。ルンキューっていうのも初めて聞きました。いやいや、それは初めてでしょ。いろんな
あの種類でもなんとか級なんとか級っていうのはその、あの、まあ、機体の大きさだったり、はいはいはい、ある特定の種類を表す言葉じゃないですか。他のもあるんですか？いや、その別にこの飛行艇というかこの降下翼機以外にもなんとか級って、うん、まあ、例えば船だったらこのぐらいの大きさはなんとか級っていう名前だと、そういう分け方の名前でしょう。あ、今実物の写真とかを見てるんですけど、うん、すごいな、なんかサビとか超つきそう。まあ、確かに海のね近くに確かに潮風に当たると錆びちゃいますもんね。まあ、水回りのものですか、ね、かっこいい。まあ、こういうね、まあ、まあソ連というかロシアというか独特なものがありますね。この赤いのがその、うん、赤いの赤い鼻穴みたいなのが穴。あ、そう、そこからなんか空気をこう吸い込んでって書いてありますね。さっき顔みたい。そう、2枚目これ3枚目の写真、あのちょっと後ろから見たところにあの後ろにノズルが出ているところがね見えてますからね、羽の前に。うん、ソ連機って独特の魅力がある感じですね。そうですね。あとズベズダさんはソフトスキンしか作ったことないや。ソフトスキンってなんだ。AFV って走行があって硬い感じじゃないですか。そうじゃないです、車両、例えば、まあ、ジープとかトラックとかそういう系統のものを言います。はい、アトールの外装を羽にしています。あ、さっきのやつね、うん、アトールってすごい、ノモケンさんの解説がないと何一つ分かんないですよね。アトールはあのヘビーメタルってあの中世紀エルガイムに出てるヘビーメタルみたいな、ヘビーメタル、まあ、モビルスーツみたいなものですよ。ロボットの種類の名前ですよ、ヘビーメタルは。それの部品、まだまだ知らないことあるんだ。ここ分からない人たちに説明するの難しいですよ。分かる人には分かる感じ、はい、でもこうやって、ね、はい、メール送ってくださって、ね、私たちも知ることができたのでありがとうございます。本当にありがとうございます。1週間後には忘れてることでしょう。頑張って覚えよう。繰り返しみんなこの番組を見ればいいんだ よ見ればいいんだよ。アーカイブでね、ぜひアーカイブで見よう、はい、そうだということで、はい、お話をしている間にもう時間が、はい、そう、あっという間ですね。来てしまったもう時間だ。ノーフェスについてね、ノーケンさんのお話、はい、全然、はい、あ、そこで出す今頃出す。はい、けれどカウルつけてなくて展示してたんで、カウルつけた写真もちょっと撮ったよっていうだけです。確かに開けて展示してました。そう、これタイヤつけてなかったんですけど、ちゃんとタイヤつけてこの間撮影してきましたんで、じゃあぜひちょっとカーモデリングマニュアルを、だいたいこんな形っていうのが、ね、はい、掲載されます。はい、行きましょう。ぜひ、はい、楽しみに待っていてください。はい、というわけでですね、次回の放送は3月3日金曜日ひな祭りです。おー、おーすね。あ、実はねブースでね、はい、あのひなあられ食べながらやってたんです。そうなんですか。あ、そう、なんかのとくんがそんなの持って食べてました、ね、いいな。私もそんな気分ちょっと来週味わいたいですね。そうだね、女の子の日ですから。はい、20時から放送いたします。はい、チャンネルは YouTube ライブにての配信となります。はい、お便りなどブログでお待ちしておりますので、ぜひ皆様そちらブログの方からメールフォーム、ご覧くださいませ。はい、はい、そうですね、あの、まあ、今回は作品投稿とか写真も多かったんですけれども、あの別にね写真なくてもそのワンフェスで例えば何ヤスティを見てすごい綺麗だと思いましたとか、本当にそういう感じでも全然ウェルカムですね。本当に、はい、とかこれからどういう模型私作ったらいいですかとか逆に聞くとか、の模型に聞けって、ね、そう、はい、いろいろね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お待ちしております。はい、じゃあ来週はこのスタジオなのでしょうか、ね、いつものスタジオなのでしょうか、はい、お楽しみに。はい、今週はここまで。次回もお楽しみに。バイバーイ。ノモピープラスティックラジオ、この番組はスタイルキューブの提供でお送りいたしました。
ちっちゃいのがいっぱい入ってて、で、あ、じゃあカメラさんこっちのリアルタイムのこっちに変えてみて。で、さすがにこう模型も可愛かったんですけど、ちょっとポストカードみたいなのもらってきて、はい。で、私結構あのパソコンに、パソコンにこうやってシールをよく貼ってるんですよ。パスとか貼ってるんですけど、そこに貼れるようにと思って、この私の好きな迷彩柄のうさぎちゃんシールを買ってきました。おステッカーですね。なので後でこうやって貼りたいと思います。はい、はあ、ここのブースは結構人気でしたね。そう、なんか前回もすごく賑やかで、ね、人だかりができてて、はい、いや、いいっすか、ちょっと見せてください。どうぞ。本当だ、なんかインテリアとしても本当におしゃれでね、なんか受けて迷彩って言ってもブロックパターンの都市迷彩っぽいやつですね。あ、そうですね、ブロックパターンのやつですね、はい。で、じゃあもう一枚写真行こうかな。はい、これもちょっと日本的な感じなんですけど、折り鶴をちょっとレジンでこう作ってる。レジンで、へー、そうこれもいいなと思って、私なんか、はい、あれですね、じゃあ次の写真も行きましょうか、はい、次の写真もちょっと和物なんですけど、うん、はい、なんかそんなんばっかりだ。はい、これ見てください。やっとこがめちゃめちゃちっちゃいサイズでこうフィギュアになっていて、やっとこって道具ですよ。あ、道具ですよ、うん、ペンチみたいなね、ペンチみたいなものね、うん、次の写真行ってみましょうか。手で触っていいですよって言われたので手に乗せてみたんですけど、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。そう、これスケールうんぬんっていうのは何かあるの？ただ単にこうミニチュアっていう感じなのかな。ただ単にミニチュア、ひのこさんという方の作品らしくって、で値段がついてなくて、なんか大体2000円ぐらいですみたいなこと言って、大体何そのアバウトなのみたいな、大体ね、値下げもできちゃうのかなみたいな、ちょっと怖くて欲しいですは言えなくてちょっと写真だけにしたんですけど、そうなんかこういうすごいいろんな、まあ、工具あるんですね、なんか消火器とか、そういうまあ、ハサミとかもいろいろありましたね。よくある、最近よくある、あの12分の1でそのフィギュアに合わせたっていうのともちょっと大きさ的には違うみたいな、ね、ちょっと違うみたいですね、ストラップになってたりとかもするからねっていう感じ。な、多分なんかあれじゃないですか、海外のお客さんとかこういうの好きなんだよね、好きですよね、ですな。なるほど、ね、はい、で、じゃあこっちに移していただいて、はい、ファンの方からもいろいろお恵みをいただきまして、はい、このあのニパコってあるじゃないですか、はい、はいはい、ゴタハンドさんのあお便りですか。我々の、そうですね、我々ですか、ちゃんのとからいこうかな、のとさんから。じゃあ、はい、どうぞ、はいはい、じゃあブースの写真をみんなに渡しましょう。どうぞ、ちょっと待ってください。あ、じゃあ私のイベントの話からしますかね。あ、どうぞ。じゃあそう、私はあのホビージャパンさんの、MC 一日させていただきまして、ずっといたよね。ずっといたので、残念ながらちょっとあまり、ね、他のところは見れなかったんですけど、あの1日3ステージこなしまして、すごいね、はい、こなしまして、でもその中にはあの月刊工具、あの、はい、ね、ホビージャパン その雑誌の方で連載中の月刊工具がこう飛び出してこうステージイベントをした時にですね、いろいろメーカーさんが遊びに来てくださって、私も勉強になる話をいっぱい聞くこともでき、はい、本当に楽しいあの一日でしたもうそれしかないんですけどなんか、はい、あのファンの人たちがね、こうヤスティンところ行ってきたよって言って、どうだったって聞いた の、 あのうちは行けなくて、あ、そしたらなんかすごいあのお上品な洋服を着て、なんかいつもと雰囲気が違かったよみたいな感じだったあ、まあ司会だったのでね、ちょっとまあスーツみたいな感じ、あ、ワンピースですね、はい、ちょっと清楚な感じで、喋りもこういう感じじゃないんだ、あ、もっとちゃんと本日はもっとちゃんといつもちゃんとしてますけどキリッとして、え、どんな感じでさ、まあ、司会トーク、ちょっと司会の雰囲気であの、はい、そのなんか紹介したやつとかちょっと教えてください。そうですね、じゃあちょうどあの、はい、声優さんのイベントもあったので、あの本日は皆様こちらのホビージャパンミニステージブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。4月よりテレビアニメが、決まっております。こちら新7つの大罪、はい、この後声優さんをお招きして
さまざまなトークが展開されますので、ぜひ皆様 こちらにお立ち寄りくださいみたいな感じでやってました。司会だ、はい、司会のお姉さんだ。そうですね、7つの滞在、新7つの滞在、新7つの滞在です。そう、こちらがあのホビージャパンさんがもともとフィギュアで、うん、あの制作しているコンテンツなんですが、うん、そちらがこう飛び出して今度アニメ化するという、へ、4月から。そうです、東京 MX と BS11、はい、ATX などで放送されるので、ぜひ皆様そちらもチェックしていただきたいなと思いつつ、はい、のとさんの方のお話もお伺いしたいなって思います、うん、すごい、あのなんかパンフレット、パンフレット、チラシと一緒になんかおっぱいチョコをねそれもくれます、ファンの、ファンの人たちがくれたんですよ。そうなんですね。そうで、なんか2個ないとダメだねとか言って言ってて、なんかファンの人同士で、うん、じゃあ 俺の形ち、私の形ち何そんなふうしてたんですか、うん、そういやそういうのしてました、ノモピーブース。じゃあそんな、はい、ノモピーブースですか。そう、ノモピーブースこんな感じでしたよ、うんうん、はい、はい、あ、これはあの、はい、ヤスティの今飾ってある、 ありがとうございます、戦車、はい、ミニチュア、うん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 、ひのこさんという方の作品らしくって、うん、で値段がついてなくて、なんかだいたい2000円ぐらいですみたいなこと言って、だいたい何そのアバウトなのみたいな、だいたい、ね、値下げもできちゃうのかなみたいな、ちょっと怖くて欲しいですは言えなくてちょっと写真だけにしたんですけど、そうそう、なんかこういうすごいいろんな、まあ、工具あるんですね、うんうん、なんか消火器とか、そうそう、そういうまあ、ハサミとかもいろいろありましたね。よくある、最近よくあるあの12分の1でそのフィギュアに合わせたっていうのともちょっと大きさ的には違うみたいな、ね、ちょっと違うみたいですね、ストラップになってたりとかもするからねっていう感じ。な、多分なんかあれじゃないですか、海外のお客さんとかこういうの好きなんだよね、好きですよね、うんうんうん、ですな。なるほど、はい、で、じゃあこっちに移していただいて、はい、ファンの方からもいろいろお恵みをいただきまして、はい、このあのニパコってあるじゃないですか、はい、はいはい、ゴッドハンドさんのあるじゃないですか、ありますよ、はいはい、ニパコのなんかニパコ消し、このパッケージを見るとこれまだレジンキットなんですけどこうこけしの上になんかニッパを乗せたらこうツインテールみたいになるよっていう、あ、そういうことか、そういうこと、なるほど、はい、こんな商品をいただいたりとか、はいはい、あと、このこのね、お客さんからいただいた、なんか可愛いまるっとした、うん、鶏ちゃんとスズメちゃんを、うん、あ、鳥年だからですかね、あ、そういうことかな、うんうん、いただいたりとか、うんうん、1個はななみちゃんにあげてくださいって言われたんです、ななみちゃんにあげます、はい、ちゃんと責任を持ってあげます、あと大越智恵さんもちょっとご挨拶させていただいて、うん、これなんか名刺代わりに配ってるんですっていう、この なんていうの、あのパーツを外す器具、はあはい、でちゃんと名前が大越智恵で入ってて、なんかイラストもこうご自身でデザインされたみたいで、こういうのもいただきました、はい、結構私的にはなんかブースにはほとんどいたんですけど、うん、結構なんか回って充実できたかなと思います、うん、回ってました、回ってたね、結構ね、3、40分ぐらいちょっと回らせてもらって、あのフラフラっと、あ、いないみたいな、そうどっか行ってるのとからは以上です。はい。そうですか。では、のもけんさんはいかがでしたか？のもけんは、あの、先ほども映ってたティレルを展示してました。はい。よと。うんうん。いう感じなんですが、こっち写真あるかな、当日の。あ、ない。ない。ない。むむ。ない。ない。ないって。まあ、ティレルのね、はい、あのティレル008というマシンの12分の1でフルスクラッチした作品を、展示しておりました、はい、でまあ、制作途中ですけれども、船っぽく見えるけど、ね、船の一種って書いてありますもんね、海面とか、うん、そういう、まあ、湖、広い湖みたいなところがビューッと、うん、っていうことですよね、まあ、ちなみにこの機体のコックピットよりも前のところに大きな2つの穴があり、うん、ここで吸い込んだ空気を左右のジェットエンジンに送って、うん、主翼と地面との間に強く空気を送り込むことにより機体を浮き上がらせるという構造なんです。で、約時速400キロで移動すると。え、早っ。早い。ね、で機体の中には装甲車や戦車を積むことができたそうです。え、すごいじゃん。相当強いじゃん、ね、大きいというか、ね、輸送機ですからね。マジ便利じゃねーみたいな。輸送でも船じゃないんで、輸送船でもないんだよな。まあ、そういう
でちなみにこの お量の句っていう愛称は、はいはい、その名称は子供のわし、うん、あの飛ぶわしですね、うん、はい、意味するそうで機体の側面にはわしの絵が描かれています。はい、マーキングついてますね。でエクラのプランはさらに巨大な機体であるルンキューも、うん、文球ですよねこれね、もう開発されていて、はいはい、その姿はカスピ海の怪物と呼ばれていたそうです。ヨーグルトでしょ。いや違う違う、カスピ海ヨーグルト、まあ確かに流行ったよね、流行りましたね。でもそのぐらいまあ言われていたと、でその3枚目の写真もいただいておりまして、うん、まあ、そのオリオノ君の姿を参考にしてヤマトとガンダムに登場する機体を改造してみましたと。すごい、また来た。はい、こちらです。手前がコスモゼロです。もともとこの機体の前方がオリオノクと同じように張り出している構造でしたので、左右にノズルをつけて主翼の下の方にジェットを流す構図としてみました。で後ろはシャア専用無彩ですということですね。ありがとうございます。どういう合体ね、なんかいろいろが混ざっている、いろいろが混ざって、はい、アレンジしつつ、まあ、でもそのさっき言ったカスピ海の会長って言ってたのは、まあ、その辺の先ほど説明したようなね、ん湖の上に、あ海海飛ぶように、う飛ぶように、まあ航行するっていう感じですかね。うーん、でも俺ズベズダでキットあったの知らなかったわ。あ、そうなんだ。ズベズダって、まあ、メーカーです、プラモデルメーカーの、メーカープラモデルメーカーの、ズベズダって戦車ばっかり買ってました。わしづかみって歌詞がありますね。なんの？なんの？なんの？わかりません。あの花房さんが今ライブチャットいただいております。なんかの曲に。はい。はい。ルンキュー。あ、そうカタカナでルンで、キューはこのキューなんですけど。まあキューってクラスですよね。何で、ルンキューっていうのも初めて聞きました。いやいや、それは初めてでしょ。え、へえ。そうそうそう。これもいいなと思って、私なんかあれですね、じゃあ次の写真も行きましょう、はい、次の写真もちょっと和物なんですけど、うん、はい、なんかそんなんばっかりだ。はい、これ見てください。やっとこがめちゃめちゃちっちゃいサイズでこうフィギュアになっていて、やっとこって道具ですよ。あ、道具ですよ、うん、ペンチみたいなね、ペンチみたいなものね、うん、次の写真行ってみましょうか。手で触っていいですよって言われたので手に乗せてみたんですけど、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。そう、これスケールうんぬんっていうのは何かあるの？ただ単にこうミニチュアっていう感じなのかな。ただ単にミニチュア、ひのこさんという方の作品らしくって、で値段がついてなくて、なんかだいたい2000円ぐらいですみたいなこと言って、何そのアバウトなのみたいな、だいたい、ね、値下げもできちゃうのかなみたいな、ちょっと怖くて欲しいですは言えなくて、ちょっと写真だけにしたんですけど、そうそう、なんかこういうすごいいろんな、まあ、工具あるんですね、なんか消火器とか、そうそう、そういうハサミとかもいろいろありましたね。よくある、最近よくある、あの12分の1でそのフィギュアに合わせたっていうのともちょっと大きさ的には違うみたいな、ね、ちょっと違うみたいですね、ストラップになってたりとかもするからねっていう感じ。な、多分なんかあれじゃないですか、海外のお客さんとかこういうの好きなんだよね、好きですよね、ですな。なるほど、はい、で、じゃあこっちに移していただいて、はい、ファンの方からもいろいろお恵みをいただきまして、はい、このあのニパコってあるじゃないですか、はい、はいはい、ゴッドハンドさんのあるじゃないですか、ありますよ、はい、はい、ニパコのなんかニパコ消し、このパッケージを見るとこれまだレジンキットなんですけどこう、ね、こけしの上になんかニッパを乗せたらこうツインテールみたいになるよっていう、うん、あ、そういうことか、そういうこと、なるほど、はい、こんな商品をいただいたりとか、はいはい、あと、このこのね、お客さんからいただいた、なんか可愛いまるっとした鶏ちゃんとスズメちゃんを、うん、あ、鳥年だからですかね、あ、そういうことかな、うんうん、いただいたりとか、うん、1個はななみちゃんにあげてくださいって言われたね、ななみちゃんにあげます、ちゃんと責任を持ってあげます。あと大越智恵さんもちょっとご挨拶させていただいて、うん、これなんか名刺代わりに配ってるんですっていう、この なんていうの、あのパーツを外す器具、はあはい、でちゃんと名前が大越智恵って入ってて、なんかイラストもこうご自身でデザインされたみたいで、
こういうのもいただきました。はい、結構私的にはなんかブースにはほとんどいたんですけど、うん、結構なんか回って充実できたかなと思います、うん、回ってましたなんですけど、うんうん、こけしにの上になんかニッパーを乗せたらこうツインテールみたいになるよっていう、うん、あ、これそういうことか、あ、なるほど、はい、こんな商品をいただいたりとか、あと、この、このね、お客さんからいただいたなんか可愛いまるっとした鶏ちゃんとスズメちゃんを、うん、あ、鳥年だからですかね、あ、そういうことかな、うんうん、いただいたりとか、うん、1個はななみちゃんにあげてくださいって言われたんです。ななみちゃんにあげます、ちゃんと責任を持ってあげます、あと大越智恵さんちょっとご挨拶させていただいて、うん、これなんか名刺代わりに配ってるんですっていう、この なんていう あのパーツを外す器具、はあはあはい、でちゃんと名前が大越智恵で入ってて、なんかイラストもこうご自身でデザインされたみたいで、こういうのもいただきました、はい、結構私的にはなんかブースにはほとんどいたんですけど、うん、結構なんか回って充実できたかなと思います、うん、回ってました、回あ、回ってたね、結構ね、3、40分ぐらいちょっと回らせてもらって、うん、あのフラフラっと、あ、いないみたいな、そうどっか行ってるみたいなね、のとからは以上です、はい、そうですか、では野茂健さんはいかがでしたか、野茂健はあの先ほども映ってたティレルを展示してましたよと、はい、いう感じなんですが、こっち写真あるかな、当日の、あ、ないない、ないむむないないって、まあ、ティレルのね、はい、あのティレル008というマシンの、12分の1でフルスクラッチした作品を、展示しておりました、はい、でまあ、制作途中ですけれども、制作途中なだけに、どんな風にして作ってるのかっていうのがいろいろ素材だったり、まあ、加工の様子だったりっていうのが、まあ、見てもらえたんじゃないかなと、まあ、そういうところを、まあ、興味を持ってこうずっと眺めてる人もいたり、いましたね、うん、まあまあそういうふうにこうちょっとね、あの自分で工作する人はね、あのどうやってんのかなっていうのをやっぱり興味持って見てもらえたようなので、そこはまあまあそうやって見てほしいなと思って、まあ、展示してたんで、よしよしという感じですかね、ちなみにそれはですね、その後今週ちょっと撮影、別途撮影をしまして、うん、来月発売のホビージャパンのカーモデリングマニュアルという車のムックが出ますんで、それにほ、その途中段階ですけど掲載されますので、またあの制作途中とかいろいろ紹介してますんで、ぜひそちらもご覧ください、途中だけじゃなくてどんどん早く作って、ね、完成させないとっていうこともね、さすがにプレッシャーもあるんですが貼ろうとしてる、はい、なんか担当の方が来てましたよね、はい、ドさんっていうブースなんですけど、うん、なんかちょっとこうウサギちゃんの形でいろんな色のフィギュアが売ってあって、うん、でこれは特にその中にレゴブロックみたいなちっちゃいのがいっぱい入ってて、で、あ、じゃあカメラさんこっちのリアルタイムのこっちに変えてみて、でさすがにこう模型も可愛かったんですけど、うん、ちょっとポストカードみたいなのもらってきて、はい、で私結構あのパソコンに、うん、パソコンにこうやってシールをよく貼ってるんですよ、パスとか貼ってるんですけど、そこに貼れるようにと思って、この私の好きな迷彩柄のうさぎちゃんシールを買ってきました、おステッカーですね、なので後でこうやって貼りたいと思います、はい、ここのブースは結構人気でしたね、そう、なんか前回もすごく賑やかで、ね、はい、いいっすか、ちょっと見せてください、どうぞどうぞ、本当だ、なんかインテリアとしても本当におしゃれでね、なんか受けて、ね、迷彩って言ってもブロックパターンの都市迷彩っぽいやつですね、あ、そうですね、うん、ブロックパターンのやつですね、はい、で、じゃあもう一枚写真行こうかな、はい、これもちょっと日本的な感じなんですけど、折り鶴をちょっとレジンでこう作ってる、レジンで、そうそうそう、これもいいなと思って、私なんかあれですね、じゃあ次の写真も行きましょうか、はい、次の写真もちょっと和物なんですけど、うん、はい、なんかそんなんばっかりだ、はい、これ見てください、やっとこ
がめちゃめちゃちっちゃいサイズでこうフィギュアになっていて、やったことって道具ですよ。あ、道具ですよ、うん、まあ、ペンチみたいなね、ペンチみたいなものね、うん、次の写真行ってみましょうか、はい、手で触っていいですよって言われたので手に乗せてみたんですけど、めちゃめちゃちっちゃいんですよ。そう、これスケールうんぬんっていうのは何かあるの？ただ単にこうミニチュアっていう感じなのかな。ただ単にミニチュア、うん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 、ひのこさんという方の作品らしくって、うん、で値段がついてなくて、なんかだいたい2000円ぐらいですみたいなこと言って、だいたい何そのアバウトなのみたいな、だいたい、ね、値下げもできちゃうのかなみたいな、ちょっと怖くて欲しいですは言えなくてちょっと写真だけにしたんですけど、そうそう、なんかこういうすごいいろんな、まあ、工具あるんですね、うんうん、なんか消火器とか、そうそう、そういうハサミとかもいろいろありましたね。よくある、最近よくある、あの12分の1でそのフィギュアに合わせたっていうのともちょっと大きさ的には違うみたいな、ね、ちょっと違うみたいですね、ストラップになってたりとかもするからねっていう感じ。な、多分なんかあれじゃないですか、海外のお客さんとかこういうの好きなんだよね、好きですよね、ですな、なるほど、はい、で、めちゃちっちゃいんですよ。そう、これスケールうんぬんっていうのは何かあるの？ただ単にこうミニチュアっていう感じなのかな？ただ単にミニチュア、うんうんうん、ひのこさんという方の作品らしくって、で値段がついてなくて、なんかだいたい2000円ぐらいですみたいなこと言って、だいたい何そのアバウトなのみたいな、だいたい、ね、値下げもできちゃうのかなみたいな、ちょっと怖くて欲しいですは言えなくてちょっと写真だけにしたんですけど、そうそう、なんかこういうすごいいろんな、まあ、工具あるんですね、なんか消火器とか、そうそう、そういう、まあ、ハサミとかもいろいろありましたね。よくある、最近よくある、あの12分の1でそのフィギュアに合わせたっていうのともちょっと大きさ的には違うみたいな、ね、ちょっと違うみたいですね、ストラップになってたりとかもするからねっていう感じ。な、多分なんかあれじゃないですか、海外のお客さんとかこういうの好きなんだよね、好きですよね、ですな、なるほど、ね、はい、で、じゃあこっちに移していただいて、はい、ファンの方からもいろいろお恵みをいただきまして、はい、このあのニパコってあるじゃないですか、はい、はいはい、ゴッドハンドさんのあるじゃないですか、ありますよ、はいはい、ニパコのなんかニパコ消し、このパッケージを見るとこれまだレジンキットなんですけどこう、こけしの上になんかニッパを乗せたらこうツインテールみたいになるよっていう、そういうことか、そういうこと、なるほど、はい、こんな商品をいただいたりとか、あと、このこのね、お客さんからいただいた、なんか可愛いまるっとした鶏ちゃんとスズメちゃんを、あ、鳥年だからですかね、あ、そういうことかな、うんうん、いただいたりとか、一個はななみちゃんにあげてくださいって言われたんです、ななみちゃんにあげます、はい、ちゃんと責任を持ってあげます、あと大越智恵さんちょっとご挨拶させていただいて、これなんか名刺代わりに配ってるんですっていう、この なんていうの、あのパーツを外す器具、はあはあはい、でちゃんと名前が大越智恵で入ってて、なんかイラストもこうご自身でデザインされたみたいで、こういうのもいただきました、はい、結構私的にはなんかブースにはほとんどいたんですけど、はいはい、結構なんか回って充実できたかなと思います。回ってました、回りました、あ、回ってたね、結構ね、3、40分ぐらいちょっと回らせてもらって、あのフラフラっと、あ、いないみたいな、そうどっか行ってるみたいな、ね、のとからは以上です、はい、そうですか、では野毛犬さんはいかがでしたか。野毛犬はあの先ほども映ってたティレルを展示してましたよと、はい、うんうん、いう感じなんですが、こっち写真あるかな、当日の、あ、ないない、ないむむないないって、まあ、ティエルのね、はい、あの、はい、ちょっと清楚な感じで、喋りもこういう感じじゃないんだ、はい、あ、もっとちゃんと本日はもっとちゃんといつもちゃんとしてますけどキリッとして、え、どんな感じでさ、はい、まあ、司会トーク、ちょっと司会の雰囲気で、あの、はい、そのなんか紹介したやつとかちょっと教えてください。そうですね、じゃあちょうどあの、はい、声優さんのイベントもあったので、うん、あの本日は皆様こちらのホビージャパンミニステージブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。4月よりテレビアニメが、決まっております。こちら新7つの大罪、はい、この後声優さんをお招きして
さまざまなトークが展開されますので、ぜひ皆様 こちらにお立ち寄りくださいみたいな感じでやってました。司会だ、はい、司会のお姉さんだ。そうですね、7つの滞在、新7つの滞在、新7つの滞在です。そう、こちらがあのホビージャパンさんがもともとのフィギュアで、うん、あの制作しているコンテンツなんですが、うん、そちらがこう飛び出して今度アニメ化するという、4月からそうです、かけて東京 MX と BS11、はい、ATX などで放送されるので、ぜひ皆様そちらもチェックしていただきたいなと思いつつ、はい、のとさんの方のお話もお伺いしたいなって思います、うん、すごい、あのなんかパンフレット、パンフレット、チラシと一緒になんかおっぱいチョコをねそれもくれます、ファンの、ファンの人たちがくれたんですよそうなんですね、そうで、なんか2個ないとダメだねとか言って言ってて、なんかファンの人同士で、うんうんうん、じゃあ 俺の形ち、私の形何そんな遊びしてたんですか、うん、そういう遊びもしてました、ノモピブーズ、じゃあそんな、はい、ノモピーブースですか、そうノモピーブースこんな感じでしたよ、うんうん、はい、はい、あ、これはあのヤスティの今飾ってある、 ありがとうございます、戦車、はい、ひと丸式とプチッカイ、はい、と能登の CD も売ってたんですけどもう CD 屋さんなのか写真屋さんなのかよくわかんない確かに模型よりすごいそう、場所取っちゃった場所を、もう一枚写真いきましょうか、俺、うん、とあるメーカーさんに野村家さんのところのブース行ったら、はい、なんか女の子の写真がいっぱい並んでますよなんだ、なんですかって言われちゃった、うんうん、こっちの方はね、こうちゃんと模型的なエプロンと、はいはい、あと野村家さん番組グッズなり、はい、番組で紹介した作品なりを、はい、展示していたわけです、展示しておりました、タイレールですね、はい、あ、それは俺のことを言ってるの、俺の作品は奥の方、いや今奥の方です、はい、奥の方に、はい、でじゃあちょっと能登もね、はい、いろいろブースを見てきて、はい、他のところ、うんうんうん、じゃあちょっと次の写真を行きましょうか、よそのところね、はい、じゃーん、私もちょっと自分の写真を見ながら、じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、じゃーん、はい、スペースお人町半、ごめんちょっと